こんにちは、石崎です。毎年恒例最終盤の中日ドラゴンズが強いです。去年も終盤にかけて A クラスに入ってきたんですが、今季も終盤にやはり強さを見せています。3月から8月までの成績がこちらになります。はい、まあ3月から8月まで投手陣が粘ってもなかなか点が取れない、打撃陣が打てば投手陣が打たれる神穴さ、まだチーム打率2割4分3厘はリーグワースト、本塁打62、OPS6 割4分5厘、得点347、すべてリーグワーストなんですよね。ただ今月ここまで上げてきています。本塁打92、OPS7 割2厘、得点409の5位の広島とは、まあ、大体大きな桁が違うんですよね。なので相変わらず打撃陣が致命的課題なことは明確です。特にこの3月から8月までを見ると、投手陣の粘りというのは目立ちますし、劇的に崩れた月はないんです。柳選手、大野選手、小笠原選手というローテーションの存在が大きいことは間違いありません。ライデルも不在時期があったり、計算通りの投手陣ではない中で、ここまで取れているというのは本当に素晴らしい投手陣です。打撃陣が3点取れば勝てると言われていた時期にはなかなか点が取れませんでしたし、7月に関しては本当に厳しかったと思います。投手比で少し得点が取れていた6月は投手の疲れも目立っていましたし、貯金があったのは5月の1だけだったんですよね。まあさすがにこれで貯金を作るというのは難しい話ですし、上位進出というのは夢の話ですが、9月はなんと2位、そして12試合で8勝4敗、打率2割8分7厘でリーグトップ、本塁打9本はリーグ3位、得点56はリーグ1位、失点37、最小、防御率 2.90 がリーグ1位。まあ本塁打は少ないですし、これから変わってくることもあります。ライデルの大量失点の敗戦とまさかの展開もありましたが、投手陣はここに来ても強力で、9月はなんと課題の得点がリーグトップなんですよね。まあもちろんぶっちぎりというほどではないんですが、明らかにこれまでより打撃力が上がっていますし、まあ一応非規球団の中日ということで、まあこういう時って珍しいんですよ。なので特集させていただきます。バンテリンドームでもホームランや、いくら調子が悪いとはいえ、森下選手から大量得点など、正直中日ファンが困惑するような打撃陣になっていました。そんな今季、そして今の中日打線の好調の要因についてお話ししたいなと思います。まあ今更、投手、柳選手、小笠原選手、大野雄大選手ら、そして又吉選手、ライデルについてどうこう言うつもりはあまりありません。何度もお話ししてきました。毎年違う投手がタイトル争いしてくる、調子悪い悪いと言われ続けていた大野雄大選手も今18試合で 117.1回、6勝8敗、防御率 2.99 とリーグ3位の防御率なんですよね。で、小笠原選手が 3.10、 柳選手が 2.12 と規定投球回の先発投手が3人です。又吉選手の登板数58はかなり気になりますが、チーム防御率 3.14 でリーグトップ、先発防御率 3.28 でリーグトップ、QS 率 52% でリーグ3位、救援防御率 2.86 はリーグトップ。巨人、阪神投手陣のやや失速や疲れが目立つ中で、まあ、本当にこのパフォーマンスを維持できている素晴らしい投手陣です。ただ打撃陣の課題はずっと言われていました。しかし今の数字で見ると良くなってきた選手もいるんですよね。先日のスタメンこちらになります。はい、大島選手ビシエド軍になっていて、なるべくこの 3,4 番にチャンスで回す、そんな打線です。本来なら1番的な期待をされていた選手の大島選手を3番に置かないといけないくらい打線が苦しいのはわかりますし、2桁本塁打選手がビシエドと木下選手だけです。このスタッツだけ見るとプラスは木下選手で、ビシエドも正直もう少し期待したいというか、今は調子がいいとは言いづらいんですよね。まあそれでもビシエドで取れた試合も大きいですし、中日に彼がいなくなったらもう長打期待選手が本当にいなくなりますので、絶対に残したいコアです。ただ全球団基準で見ると、まあある種平均的なんですよね。そして代打中心の福留選手は頼もしいです。前半戦こそ厳しい戦いではありましたが、得点圏2割6分1厘、14四球10打点。決めて打ったかのような打撃。代打成績で見ると1割8分8厘ですが、出塁率3割1分6厘。まあ、印象に残る場面で打ってるところは多いので、まあ、かなりファンとしても彼が出てくると雰囲気が変わる部分はあります。外野では大島選手、福田選手に次いで OPS は高いですし、高橋周平選手より高いんですよね。で、今季は高橋周平選手が長打力含めて不振。ただ9月に関しては3割1分8厘、2二塁打、OPS 7割1分1厘と少しずつ安打が出始めてきていて、1年間で見ても2塁打は12本です。まあもちろんもっともっと打ってもらわないといけない存在ではありますが、まあ今月少し打撃陣で安打が出ているというのは彼の力も大きいです。
そしてアリエル、桂選手、大野翔太選手等を使われたこともあった木下選手が9月は11試合で4割3本塁打、2塁打、9打点と完全に主軸クラスになっています。もちろん疲れもあると思いますし、アリエルも使っていきたい。少し平穏になる部分は仕方ないんですが、郡司選手、石橋選手らと同時に使っていく方法を見つけていきたいところです。まあ、これだけの打撃力があるキャッチャーというのはリーグ12球団でもそうはいません。まあ、桂選手の存在やアリエルがいることで、まあ、彼を休ませることができるというのは素晴らしいなと思います。ただ打撃陣全体が課題ですので、その打てるキャッチャーを木下選手が出場できる時に使えるかどうか、まあ、こういうところが必要になると思うんですよね。そういう形を実は今大戦には見つけてほしかったです。今は離脱してしまって火曜日に復帰した溝脇選手、三ツ俣選手、さらに一軍で粘っている渡辺選手、劇的に戦力アップと言えるかは微妙ですが、打席内で最低限の粘りやサブとしての戦力としていけそうな感じがあります。トレード獲得の加藤翔平選手も37試合で2割2分5厘、1本塁打、1、2塁打、1打点、 OPS5 割6分6厘と、最初の本塁打以降はホームランがなく率は下がってきていて、レギュラーとは慣れていないのですが、中日課題の外野では、まあ、サブ的な意味でも戦力には慣れています。それでも今は福留選手をスタメンで使わないといけないところが中日の苦しいポイントで、まだまだ攻撃力は全体課題です。もちろん今は好調ですが、それが最後まで続くとは思っていませんし、チーム全体で長期的にできていなかったからこそこの順位になってるんですよね。ただ中日は近年順位がある程度決まってからブーストというか勝利を積み上げられるようになってきています。9月の好調選手は多く、先日は堂上直光選手が途中出場で5打点、ビシエドは1割8分2厘2打点だから、これだけ攻撃力アップができてるんですよね。で、大島選手、福田選手、高橋選手も素晴らしいんですが、一番はやっぱり京田陽太選手じゃないでしょうか。もはや誰だと言えるレベルです。今までは圧倒的な守備力ながら打撃課題、特に出塁率や淡白めな凡退が目立ったことでヘイトも溜めていた印象がありました。しかし間違いなく怪我なくここまで出られて、守備でも大きなプラスが出せる選手がヘイトを溜めるというのはおかしいなと擁護してきました。まあ、その彼が今は1番として安打量産、さらに本塁打含む長打が打てて、球数も稼いで粘ってフォアボールを取ったり、チャンスで回ってきたら返す打撃もできたり、本当に素晴らしいバッターになっています。引っ張った強い打球が増えていて、当てに行ったゴロというよりは強い打球が増えている印象があります。今季は立浪さんの指導など期待が大きかったのですが、不振に陥っていた時期もありました。まあ、それでも上位で起用されることも続きましたので、かなりヘイトも溜めてしまいました。少し復調気配で抹消となったのは残念でしたが、その後調子を戻してきていて、9月に入ってからは絶好調です。今季は阿部選手が不調と怪我、2割9厘、5本塁打、12塁打、16打点、OPS5 割9分7厘と長打は放っていたのですが、安定した結果、昨年後半ほど復調気配はなく、平田選手も21試合で1割5分5厘、2、2塁打、2、3塁打、OPS4 割6分8厘、得点圏1割1分8厘と致命的でした。さらに2軍でも怪我の影響でしばらく出場がなく、デッドボールなどもあって、まだ打率は0割9分1厘です。ガーバーも一軍戦力とはなれず、郡司選手、石橋選手もポジション的な問題、石垣選手の絶不調と石川選手の怪我、ずっとアピールしていた石岡選手も支配下を掴んでからここに来て冷えてしまったんですよね。レギュラーの不振でマイナス、さらに戦力アップはほぼなしという状況で、苦しい戦いを強いられて若返りの気配もあまりなかったのですが、ここに来て京田陽太選手の好調さ、めちゃくちゃ嬉しいです。もちろんこのままの内容で来季以降もいてくれるかどうかは全くわからないですし、正直調子の無駄が激しいタイプでもありますので、まだまだ安心はしてないです。ただ我々が待ち望んでいた京田陽太選手、そして大島選手の安定感と福田選手と高橋選手がまずまず、勝負どころの福留選手の決め打ちがハマっていることなどもあって、得点力が上がっているように見えます。3点取れば勝てると言われていて、実際防御率的には3得点以上ならもっと勝てていた試合もあったと思うんですよね。ただ9月は1得点、1得点、1得点、2得点と、まあ実は最初は中日らしかったんです。特に DeNA3 連戦バンテリンドームの試合では、大野選手、柳選手、ジャリエルで先発が試合を作って、柳選手の試合では落としてしまったのですが、3試合で4得点で勝ち越しました。これがまあ中日の勝ち方というか、バンテリンドームの勝ち方だと思うんですよね。で、次の試合でライデルがまさかの5失点だったのですが、この試合も7得点していたんですよね。
で、次の試合以降も4得点、5得点。ただ、広島戦では投手陣、通打が目立ってしまって、中日にしては珍しく、3試合で16得点も21失点で負け越してしまいました。しかし、そこから10得点、5得点、9得点、1得点、10得点です。まあ、5得点の試合はかなり残留も目立っていた印象もありますが、欲しいところで1打、追加点が取れていて、A クラスチーム相手にも勝つことができています。まあ、正直ファン的にはもっと早い段階からやれと言いたくなってしまいますし、まあ、今の時期に勝っていても来季以降のことを考えると少し若手の戦力化というところはもっとやってほしいなとも部分はあります。ただ打てることに越したことはありません。以前の動画でお話しした通り、今季限りの対戦になる可能性も低くはないです。だからこそ来季以降に向けて戦力化できそうなコア候補、そして希望の若手が少しずつ出てきている、まあ、中堅選手含めて戦力化できそうな選手がいるからこそ、そういう選手の一軍慣れ、ポジションが被っている選手たちの起用方法、サブポジションなど、来季以降の戦い方のバリエーション固めたかったんですよね。だからこそ根尾選手らを一軍起用していたのですが、彼も応えきることができませんでした。そして本来なら起用していきたい石垣選手もなかなか二軍でアピールできていませんし、石川選手も怪我で長期離脱となっています。トータルで見れば致命的課題の中日攻撃陣、まあ希望を探す方が難しかったんですが、短期間だろうとこういうつながりが見えたというのは来季以降の希望です。特に京田選手がどうかこのまま安定して最後まで走り続けられますように、そして来季以降もしっかり理想の一番バッターとして活躍し続けてくれますように今は祈ってやみません。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。